山です。今日はオーバースイングについて、先日オーバースイングで悩んでおられる女性がおられましたんで、後ほどそのビデオを公開しますが、オーバースイングっていうのは要はポップの位置が、定まらない可能性があります。トップの位置がこう体が回転していって上がっていって、止まらないどこまでも行っちゃうみたいで、まあ結構見えたりする人も多いようです。オーバースイングでいろいろなケースがありますが、どこまででも体が回っていくケース、それから、まあ、体が回るケースはですね、意外とプレーン上行きますから、プレーン上は戻りやすいっていうことで、そういう有名選手はたくさんいますね。で、意外とオーバースイング球が飛びますから、ドラゴン選手はほとんどがオーバースイングです。それから体の回転が少なくてオーバースイングになるケースはプレーが外れやすいんで、このケースは、体を回す量を増やしていくと止まるケースが多いですが、どうしてもこれ体が回りすぎるケースはちょっと難しいですね、止めるのが。で、バックスイングのベストなポジションを止めるためには、おすすめの方法は1秒でバックスイングを完結させるという方法です。1秒、ゴルフスイングって2秒かからないんですよね。まあ、世界一になった宮里藍選手は2秒は少し超えてましたが、 2.1 秒ぐらいです。タイガー・ウッズで 1.7 秒ぐらい、まあ、その他の選手がだいたい 1.7 秒から2秒の間、 1.9 秒ぐらいにいますね。筋力の多い選手ほど、スピードが速いんで、バックスイングを1秒で完結する。1秒、それからアプローチも1秒なんですね。で、どこで止めるかをコントロールできない限りは、距離のコントロールはできません。おおむねこう9時3時とかね、8時の反対は4時ですかね、4時8時ですか、っていう振り幅でやりましょうっていうのは、だいたい等速の振り子運動ですね。振り子運動でもスイング中ですから、こっちが大きくてこっちは減速して前が小さいケースもありますし、後ろが小さくて加速させながら前に出すケースもあります。いずれにしてもバックスイングは1秒で完結させた方がいいです。例えばピッチショットは地面と平行で1、そして2で振ります。スリークォーターでも耳の高さぐらいで1、2で、小さなバックスイングでも1、2ですね。必ず1、2秒で1秒で完結させるバックスイング、1、2、もう少し大きいと思いますね。1、ここで止めるって決めたとしましょう。ここで決めた場所にぴったりと1秒で1、っていう1秒で完結させることが大事です。オーバースイングになる方は1秒で完結できてない方が多いです。1、2のってリズムもちょっと取りにくいですね。1でピタッと止まる、これはね、訓練で必ずできるようになります。で、必ず鏡やお友達に、もしくはビデオで撮ったり、1秒で完結させる練習ですね。1、1秒で、トレーニングも1秒で、例えば、って頑張るんじゃなくて1秒で上がるように、1秒、スクワットもそうです。下へ下がってゆっくりじゃなくて、上がるときは1秒で、ゴルファーですから、この1秒のリズムをですね、身につけていただきたいと思います。パッティングも構えたらできるだけゆっくり引いて打つもいいかもしれませんが、1、2、プレッシャーがかかった時でも1、2、ロングパットも1、2、1秒で完結させるということをお勧めします。この後動画をちょっと見ていただくことになると思いますが、1秒で完結させて動き続ける、彼女が、まあ、それがすぐにできるかどうかですけど、努力すれば必ずできると思いますね。ありがとうございます。
皆さん頑張ってください。オーバースイングを直す、はい、オーバースイングを直すってことね、はい、はい。ちょっと待ってね、ちょっと音楽切るわ。はい、どうぞ、はい、はい。オーバースイングを直すってことね、はい、はい。じゃあマックスイングね、はい、はい、1でぐーっとここまで来るわけ、はい、だってこれここまで来てるんやな、はい、そうです。なこれってこっちに傾いてこっちに傾いてなんで、はい、バックスイング上げた時に、はい、はい、そうこっちにちょっとこう傾く、そう、はい、これならオーバースイングになる。もう一回、はい、はい、1、そう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 、でそこからぎっこんバッターな感じで、はい、そうそうそう、はい、右にわざわざ傾かなくていいんで、はい、左に傾いたものを正規に戻すぐらい、はい、うん、あ、でもオーバースイングは減った、うん、ちょっとだけ減ったな、ちょっと録画するし、はい、はい、打ってみよう、はい、オーバースイングっていうのは、はい、体の回転が足らないからっていうことだよね、はい、でバックスイングで両腕三角崩さないようにポップ、ここで1秒で止める、はい、1秒で止めることが大事、1秒、もう一回、はい、1秒ポップ、はい、はい、1秒、はい、もっと左肩で1秒、ここで、はい、もう一回、ここで、はい、はい、1秒、そうそうそう、そう、キュッ、はい、はい、1秒ポップね、はい、じゃあいくよ、はい、はい、ポップ、はい、このまま、はい、力抜き続ける、はい、抜き続ける、動き続ける、はい、抜き続ける、動き続ける、はい、じゃあ打ってみましょう、はい、ポップで上がって抜き続ける、打ち、動き続けるね、はい、はい、1、動き続ける、今良かった、良かったような気がします、今良かったよね、ちょっと良かった、結果見てみよう、これどう、今までで一番飛んでるよね、飛んでますね、はい、動き続けることって大事よ、はあはあ、はい、力を入れると入れたところで終わっちゃう可能性があるわけ、はい、で動き続けることが、スイングするっていうイメージね、はい、どうですか、今まで一番飛んでる、今まで一番飛んでましたね、はい、よかったです、よかったです。じゃあ今1秒で上げるっていうね、アプローチで小さな動きでも1、2なわけ、はい、でドライバーの動きも1とかじゃなくて1で運動神経を、しっかり使える、そして、余分なとこまで動くって、動き続けバックスイングで動き続けててダウンスイングで動けなかったわけ、はい、バックスイングは必要なところで止める訓練が必要ね、はい、訓練したらいける、はい、じゃあ行きましょう、はい、これ YouTube 載せよう、はい、載せるかもよね、そう、はい、1、1、はい、動き続けるね、はい、動き続ける、抜いて、はい、はい、抜いて、あ、これさらにいいんちゃう、なんかいいですね、距離また見てみよう、まあまあさっきほどじゃないけど、まあ飛んだ ね、170飛んだらすごいです、170、何番、これ5番アウトです、190です、え、190ですか、目指すのは、はい、目指すのは190ね、はあ、だってさっき177、はい、うん、はい、あと3ヤード、はい、これは運動神経必要やね、神経、はい、うん、1、はい、1、はい、動き続ける、はい、はい、一気に動き続ける、3、これ180超えたと思うわ、ヘッドスピードがほんの少し、あ、超えてへんな、はい、でも勢いはある、はい、勢いがありました、あった、はい、さっきより、じゃあ今度スイング取るんでちょっとね、はい、どうぞ、はい、スイングを見てみましょう、はい、はい、トップでチェック、一回チェックしよう、はい、打つ前にチェック、どう、これで今この辺やと思う、はい、もう一回、もう一回チェック、はい、一気に上げて、はい、そこで止める、止める、あ、いった、はい、
左もうちょっと倒れて、左もうちょっと倒れて、はい、左倒れて、倒れて、左倒れていかないですね。そう、それで行こう。はい、行きます。はい、はい、左倒れて、ギコンバッタン。結果を見ようか。結果を見よう。結果を。当たりは強かったね。強かったね。強かったね。うん。あ、でも、しっかり行く。全然ダメだな。これね、あの、意識だけではなくて、こっちの右肘が曲がりすぎるっていうこともあるよ。はいはい、こっちの右肘がたくさん曲がりすぎる。ここの角度を90度くらい止める。わかる？じゃあ、鏡があるから、鏡よ。1、どう？1ってなってるわけ。この1ってこうなるから、1。はい。え？はい。1。はい。で、ダウンでこう入ってくる。はい。で、1。で、2になっていくわけ。わかる？はい。はい。右肘を90度で意識して。そう。1。1。止めるのは体幹がいるよね。はい。はい、OK。してみよう。1秒で、はい、はい、右肘90度で、はい、90度、どう？ちょっと動画撮るよ、はい、映像見て、はい、90度、1、うん、そう、OK、はい、90度、1、はい、そう、そこからゆっくりですね、はい、はい、90度、いったかな、ちょっと。もうちょっと左倒れてほしかったけどな。はい。すぐいろいろすぐはするんだ。うん。はい。そう。うん。やんな。でも安定して数字っていうのは出てるよ。はい。数字。長いクラブっていうのは、実は距離が安定するわけ。はい。短いクラブは方向が安定するわけ。まあ一般的な。できんやろな。まあ、とりあえずずっとやってたら、はい、俺はできるところへたどり着くと思う。まあ、イメージとしてはたどり着くかな。はい、1。はい、書いてある。はい、抜いていくよ。はい、抜いて。抜いたな、今。今、抜いた気がせえへん。うん。当たりは、変わらないですね。なあ、それがゴルフスイングってもんなんやろな、はい、ちょっとショック受けるほど変わらへんよね。変わりません。ね、だからここでもうポップっていう感じじゃないんやろな。ポップと、はい、そんな感じ、はい、ポップ今ちゃんと振り切れなくてもいいんで、はい、止める練習をしたらね、でここで1秒で止める。それが1でもいいわ、はい、1でもいい、はい、ここで止めるよ、ここで止めるよ、はい、止める訓練ね。1、どう、はい、今その辺止まってた、この辺で止める練習する、はい、で今ぐらいでもちょっとあんなちょっとでもやっぱりちょっと飛ぶよ。飛びますね、うん、だから最高距離を出そうじゃなくて、もういいと思う。まずは、両腕がポップ、ポップで、これかなり難しいことをやってるんだけど、ポップ。そうそう。緩めていかないと。次行こうか。はい。緩めていく。ちょっと見てみます。緩めていく。左腰だいぶ俺回してるけど。あ、はい。そうですね。はい。
上げる時のポップっていうね、はい、軌道を見て、はい、ポップ、はい、最初帰り道が一緒にイメージね、はい、そうですね、うん、はいはい、はい